野口商品室、草壁明確像、憲本着色材団法人書団員所蔵、草壁明確大正11年1月27日は、日本の書家である。本名は東作、字は小明。別号に、東書、水部、夜角、老鶴、鶴草などがある。中林五地区、岩屋十六と共に、明治の三筆と呼ばれる、近代書道の確立者の一人である。 中国、特に陸朝書の影響を受けた力強い筆跡が特徴であり、それまでの和洋からから洋に日本の処方の基準を作り変えた。加えて、数多くの弟子を育成、彼の流派を受け継ぐ書道家は極めて多い。芸術家としても教育者としても多大な功績を挙げたことを称えて日本近代書道の父と評されることもある。明確の流派は鶴門と呼ばれ、 その文下生は3000人を数えたと言われる。また生涯で1000期の石碑を書いたとも言われ、現在も全国に300期以上の石文が残されている。中でも、大久保高新東碑は、明確の最高傑作と言われる。草壁明確写真、木村重成日大阪市中野島公園所在1838年、彦根藩市、田中宗衛門の次男として生まれる。署名は88。 後に到作と改める。1859年、22歳の時に、同じ彦根藩士、草壁三郎衛門の養子となる。しかし1860年、藩主の井井直介が、桜田門外で暗殺されたため六は大幅に、ヘリ生活は困窮したが上京し書道に専念する、決意をしている。維新後、新政府が成立すると徴用され大上官に勤める。 内閣大書記官となるが当日書いていた大久保利道が清井坂の辺で暗殺されたことを機に大官詩書道に専念する。特定の人物に指示してはいない。しかし20代の時には、すでに亡くなっていた抜きな数王の書に傾倒しており、40代の時には、来日していた金石学者、洋子系の下で、被学、陸長書、天令の研究を行っている。その後は、 中国書法の研究を進める育長書道を基礎に、独自の書風を確立し多くの弟子を育てる。また、中国に渡航し、碑文研究を深めると同時に、御小石などの文人と交流し、東海の書生へと称されたと言われている。その一方で碑文の記号や、雑誌の刊行名石研究などに努めた。1922年、肺炎のため85歳で、その生涯を閉じる。 名確は400を超える宮尾印を所有していた。中でもよく用いたものに、五章石作の草加東作、草加名確などある。国立新潟大学の同窓会が印を多数、購入し、同大学の通称書道家が管理している。この中には、五章石国の印や、大小の印が組み込まれている箱印も含まれている。林敦史金星。近世 近代の著名書家による、石碑修正、草壁明確、岩屋や16、金井金道羅28名1500期体収録、草壁明確石碑一覧表、服部とり辞典が、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧10ページ。ありがとうございます。